正論、ダビド・シルバさん、現代サッカーを思う批判。スペインアストのインタビューに応じたダビド・シルバ氏は、最近のフットボールはどう見ているか？との質問に対し、今、フットボールはほぼ全てがフィジカル的だ。キャリア最後の数年間で感じてはいたことだったけどね。今は全てがよりロボット的になっている。才能を発揮できるスペースは少ないが、それでもそれを持っている人は適応して駆使しているとコメント。また、今季提供のソシエダについては、今のルアレアルソシエダにとって理想的な監督だ。そのことは誰も疑ってはならないと話している。シルバがいれば CL でももっと戦えたんじゃないかな。シルバクラスが5人いたら美しいサッカーができますよ。でもそんなチームない。歴代でもユーロ連覇した頃のスペインくらいじゃないかな。タケトのプレイ、もっともっと見たかったな。敵に上手い選手がいれば総力、フィジカルで潰しに行くのは遠前。そうなるといわゆるファンタジスタとかって言われる選手は減るよね。試合を見てもロングボールの蹴り合い競り合いなんてつまらないよね。今のルの意思なのかフロントの指示なのか、全然動けないオヤルサバルや足元の技術がなさすぎるサジクを重要してきたのはさすがにな。タケ自身、かつて会見で今のル監督は厳しいけどそこがいい。自分にはそういう監督が必要と発言してます。移籍後すぐにタケを2トップの一角で使って、その得点力を伸ばしてくれたのは今のルですからね。シルバなんて絶対名将になるでしょ。いつかソシエダの監督やってくれないかな。昔は美しいサッカーしてて、今は勝つためのサッカーしてるイメージ。